ローワールド漫画先輩ヒアードンドンこれは何かというと、これワンピースでよく出てくるドンですよね。今回はオノマトペの話をするよ。さあ、じゃあ質問が来てたんだよね。漫画家として擬音を全て知っておかなくてはならないのかと。ね、オノマトペを全て知っておかなくてはならないのかということだよ。オノマトペって何かっていうと、これ日本人でもなんかあんまり最近じゃない？これ言うようになったの。ですよ。なんだと。あんまりこれそんな言わないよね。ジャパニーズ漫画家が言うのは多分書き文字とかの方が言うような気がするけどな。書き文字、そしてそれは何かというと、なぜかやたら出てくるバイオレンスアクションね。バイオレンスアクションで言えばこれはバンですね。そしてゴロ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 がどんなシーンだ。ガタガタガタ、あ、面白いですね。ダコーン、ピルルルルン、This is オノマトペ、This is 書き文字。で、この書き文字っていうのってこだわる人は漫画家さんがそのまま漫画家メイキングするんですけど、アシスタントさんに任せることも結構ある。ライト書き文字、だから書き文字書けるようになるといいよねっていう話をしようと思った。出たよ。まずこれそもそも決まってるのかと。ドンとかドガとかバキっていうのがある程度決まったルールみたいなのがあるのかなみたいなものはそんなにこれね多分ないんですよ。しかも辞書にも載ってない。ノーディクショナリー、困ったよね。これを海外の人が学ぶのはすごい困ると思う。じゃあジャパニーズピーポーがどうやってこれ選んでいるかっていうと、セレクト書き文字するかっていうと、書き文字セレクションするかというとですね、これも音なんだよね。音をジャパニーズはこう聞こえてるの。つまり人を殴った時のバキッバキッっていう音がジャパニーズには聞こえている。例えばこれコンコン、これでも実際コンコンなのかとね、言われたらそれはちょっともうわからないよね。そんなことないだろうと。あれと同じだよね。コケコッコとかもジャパニーズニワトリ、やべ卵チキンですよ。チキンの鳴き声、チキンボイスはジャパニーズだとコケコッコーな、コケコッコー、嘘をつけとそんな風に聞こえてるかっていうと、だからこれが海外の人はクックドゥドゥドゥって聞こえるんでしょ。クックドゥ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 でしょっていう感じで、多分文化によってその聞こえ方ってきっと違うんだと思うな。で、だから日本人の生活の中でもある程度こう聞こえるよねみたいな、これまでの経験の蓄積があるっていう難しさがあるよね。で、だからここはもう困ったもうだからもう自分の好きなコミック見て、でもそれ読めなかったら読めないもんね。で、ポイントはだからこれは文字であるんだっていうことだよね。だから一応読めるんですよ。キャンリーディング、それはまずポイントだよな。これ扉を開けるガララガラララ、これは模様ではない。一応文字なので読むことはできるんだよな。しかもさらに言うとこれ難しいのは、日本人はドガッとか聞こえてるって言うけど、これねもう聞こえてないこともあって、それこそだからドンとかですよ。もうキャラが登場した時にドンっていう感じなんだけど、つまり聞こえてないんだよ。心情的な表現としてドンとか言ったりする。で、あまりにもそんな音聞こえねえだろって思う人もいるから、ワンピースでドンとか出てくる時にちょっと一瞬なんかの面白みもあるんだよねっていうのもあって、みんなドンって好きなんだと思うんだけど、あとはジャパニーズで有名なシーンだとズキューンですよ。ズキューン言うのズキューン、これはジョジョの荒木裕彦先生がキスシーンの時にこのズキューンっていうのを書いてみんな驚いた。 What happened? ズキューン、おお、何の音みたいな何の音かはわからないんだけど、なんとなくその気持ちわかるみたいなフィーリングですよね。フィーリング U ですよ。有名になった書き文字。そうだから実際その音してないっていうのもあるんだよね。久米田先生、さよなら絶望先生とかね。で、メールを打つ時にね、携帯とかでメールをカチカチ、もうメールカチカチ打つ時代じゃないけど、携帯とかでメールを打つ時に音がねえと、だからそれで困るなっていうので、メール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 を送る時の音を強引に作ったりとか、メールメールメールいっぱい書いちゃったっていうのをやってみたりとか。だからここら辺はもうフィーリング
でね、つまりこれってポイントは意味ではないっていうことなんだよな。だから海外のアメコミとかだと割と意味が書いてあったりするよね。スラッシュとか書いてあったりするでしょ。切ったりするときにスラッシュみたいな書いてあるんだけど、スラッシュは意味だよね多分。その音ってことじゃないよねこれ多分。スラッシュ合ってる。漫画先輩も一瞬不安になってこれは多分ジャパニーズではあんまり使わない。あ、使うこともあるか。もうごくレア。例えば切るときにザンとかはあるんだけど、これはジャパニーズ的にこれはザンっていうのが音としても成立するからザンはあるんだけど、それ以外で例えばじゃあピストル撃つときに撃つ撃つみたいなことはない。ピストル撃つんだったらバンバンっていう。だからあくまでサウンド。ここら辺はもうルールがあんまないから、自分がそう聞こえそうだなっていう音でこう書いちゃえば結構それで OK だと思う。漫画先輩も自分の漫画の時にアシスタントさんに、漫画先輩考える書き盛りちょっとおかしいですよねとか言われたもん。なんか花火のシーンでさ、花火をふわーってやる時にあの音って何？ファットサウンドでしょ。ファイアワークスなんてかっこいい名前なんだ。花火をふさーってやる時にどんな音なのかと、漫画先輩はふさーって書いたのそしたらこれがアシスタントの中ですごいざわっとしたらしくていや、ふさーはないだろみたいないや、ふさーって言ってるじゃんみたいなことになって、もうでもいいんですよ、もうふさーでもう、僕がそう聞こえたから。だから Your sound is 正解コレクト、自分の好きなの書けばそれで OK で、だからあくまでこれは音として認識してるから読めることの方が大事だと思う。なのであえてジャパニーズランゲージでこれ書く必要もそんなないんじゃないかな。例えばバーンいいんじゃないのか。この音として聞こえるこういう表現があんまり海外では少ないとか聞くけど、本当なのかな。それは教えてくれ。そうだな、ドカーンドカーンとか言わねえか。カブーン面白い。読める方がね多分伝わるんじゃないかなと思って。じゃあ次回はこの書き文字の書き方についてもうコツがちょっとあるので、ポイントあるので、そのコツはまたネクストタイム。ドン、何がドンなんだ、そんなそんな使い方はない。ドン。さあ、じゃあチャンネル登録、画面右下にいいねボタンプリーズプッシュ、画面下には赤い登録ボタンがあるんでプリーズプッシュ、あとはファンボックスがやってるよ、プリーズファンボックスいろいろある、待ってる、ウェイティングネクストタイム。さあ、じゃあチャンネル登録、画面右下にいいねボタンプリーズプッシュ、画面下には赤い登録ボタンがあるんでプリーズプッシュ、あとはファンボックスがやってるよ、プリーズファンボックスいろいろある、待ってる、ウェイティングネクストタイムまあ、開くとひどくなっていく